カモメアンテニタツキ伊藤の疑問ラジオ。すごいジブラさんが自分の名前をこの、はい、写真撮ってくれた人が、はい、そのゼブラさんって載せたら、はい、ブチギレてそれを探してたんですけど、はい、あれどう思います？俺ジブラまあ昔結構聞いてたりとかしたんで、はいはい、これ超ダサいっすよね。だから言わなかったんだけど。本当に超ダサい。これ俺ちょっと ジブラって俺、はい、これ長いからあれだけど、ジブラこういうことよくするんですよ。あ、そうなんですか。昔例えば、はい、あの昔ドラゴンアッシュと、はい、あのあグレートフルツエイズっていう、まあ、曲をコラボで出したんですよ。その10年前、20年前ぐらい。結構前ですよ。はい、そう、その時もその後々になってこう古谷健二の悪口めっちゃ言ったりとかして、要はあれってドラゴンアッシュが名前が上がってお世話になったジブラさんもちょっと恩恵をあげようと思ってコラボしたんですよね。はい、ドラゴンアッシュが。なるほど。なのに。はい、なんかあいつは俺のパクリだみたいなことを言い出したりとか、ちょっと待てと。パクリが、まあでもその陰を踏むっていうラッパーみんなやるから、まあ基本というか基本形ですよ、ね、やるんだけど、はい、確か元祖がジブラさんかもしれませんと、はい、やる必要あると。その結構恩恵でもグレードフルですまあ売れて、うん、恩恵あった後で、うん、あいつがなんかそういうなんかペコペコしてきやがってみたいなのを言うわけなんですよ。ダサくないですかこれ。プロとしてこれをすごい気になる。ジブラ待ってよと。ジブラさん、で素人の人っすよ。ゼブラさんでいや映ってもしかしたらタイプ見せてゼブラさんだったかもしんないけど、はいはい、あれめちゃめちゃ気になるんですよね。自分で探し出したってことですか、ね、そうそれがすごい、ね、エゴサでしょ。それがすごいね。ジブラさんここにこいつ間違って書いてますよって、なんだとなら分かるけど、はい、自分で調べてゼブラっつってるなってええっていう。自分から言ってもダサい。なんかこれなんかそいつが煽ってきてとかわかるけど、うんうん、そうですね。だって善良な人がまあ写真撮ってくださいって名前間違えてましたって、はい、まあまあそこそこ名前間違えられたりするじゃんって。まあ有名だからあれだけど、まあまあまあねえ、はい、俺とかだってこれカモメって言ったけど一回あの営業のでイルカさんってありましたからね。俺マジでポスターみたいな貼ってやって鳥ですらない。そう、鳥ですらない。でも別にもう俺その日俺イルカさんで通しましたからね。あ、10分ちょいの営業イルカなんだと思いながらね、名残よく歌った方がいいのかなと思いながらイルカさんってと思うのもそうなるけど、それをでもこうね、でもこういうミスって意外とね知らないところでしたりしますからね。そうそう、なかなかそんなん、まあ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 怒るのもわかるけどっていう。気になる気になる。ちなみになんか、はい、漫画村とかって結構読みます？要はそのネット上の漫画はただで行くやつ。あ、そう、それは合法なんですか？あれは違法でございます。あ、違法なんですか。そうそれは見てないかな。あ、まあ、ですか。俺もなんかなんだっけ、なんかの誰かのツイートのであって、なんかなんだらなんだろう、その漫画家さんがそれ食えねえよみたいなのやってて。ああ、はいはいはい、そうですね、著作権のあれでもやっぱ金、俺もなんか金払って派なんで、うんうん、CD も借りちゃう人たりはする人なんで、うん、そうですね。ああいうのって どうなんだろうなって毎回。でその俺すごいツイートのやつで好きだったのが、はい、あの、はい、そのすごい漫画村で読んだんですけど、オタクの漫画すごい面白いですって漫画家さんにツイートしてる人いる人いるんですって、はい、まあ10代ぐらいだとそうなんだけど、でその表現を例えとして書いた人がいたのが、はい、オタクのパン屋さんのパンすごい好きなんでよく万引きさせてもらってますと一緒だよっていうのがすごいっすってその人が本当美味しいですって確かに万引きだよねっていう、ただで読んで、それをもうわざわざリップしてきてんだから、確かにオタクのパン屋さんのパンすごい好きなのよく万引きさせてもらってますから、すごい俺いい表現だなと思って。そう、無自覚で多分10代が書くんだろうけど、ああ、それは確かにと思って。もうなんか何でも今ってただで手に入るとみんな思ってますよね。うんうん、だからもう逆もしっかりであるかもしれない。そうそう、オタクのパン万引きしたんだけどまずいんだけどみたいな。そうそう、二重勝ってる。うわ、もうめんどくさいですね、そんな。だからなんか、ライブでかぶってたギャラガーさんって、まあ、はい、確かあのミカエル君っていう子が、あの上とお兄ちゃんと弟が YouTuber の子がいて、はい、その子のあのラジオちょいちょい聞いたりするんですよ。た時にあのお客さん告知をその、はい、YouTube で打ってて、はい、なんだけど、そのコメント欄でいやな、そのネタ動画で上げてよみたいな、その無限大でわざわざ1000円払って見るんだったらただで見たいよみたいな。あ、でもそうなるよな、なんかそういうぐらいの世代だと。
そうか、確かにわざわざ無限大ホール行って見るってハードルなんだろうなと思うけど、 YouTube の年代の人もそうサービスとしてそうなっちゃってるよねって考えが、もうただで見れるもん、なんでアップしてくんねんてみたいな、っていうだもうそうなんだろうなっていうのは、うわそうそう、いち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 そんな見に行くのはちょっとねみたいなのはあるんだろうな思う、ただが普通だから、それをわざわざ行くのは、うんうんうん、でまたこれ矛盾してるのが、知り合いのアイドルさんとかが例えばなんかこういう投票ゴングショー系のイベント参加してると、はい、ツイッターで回ってきたりするんですけど、それはそれでめっちゃ有料だったりするんですよねなんかなんかのイベントで投票制でやってますって言ってサイト飛んだりしたら、じゃあなんか簡単に何もなしで投票できるのかなと思ったら、そのコインを500円のなんか何百そのまあなんとかコインでまあそのあって通貨みたいなの、はい、それを投げ銭みたいに投票で使ってみたいな、あ500円使うの500円と、うん、投票、うんうん、多くコイン欲しかったら1000円とか、あなるほど、そうそう、これどう、これってかなりサイト側がまあでもそういうルールなんだろうけど、はい、これやっぱでもアイドルさんの場合やっぱ需要があるからみんな買うんだろうなって、そうでしょうね、やっぱいかにそこにお金をつぎ込むかっていうのもステータスな気がしますし、うん、やっぱり結構さ、その点のってアイドルさんの方がよく見る気がする。うん、そうですね。うん、なんかあんまり芸人さんのだったらまあなんかそのアプリ登録して、はい、なんか投票してねとかハートいっぱいくださいとかはあるけど、うん、アイドルさんの場合その有料系のが多いのはやっぱそのアイドルさんの方が需要があるというかって感じなのかなって思って、お金は結構払うのハードルじゃないですか。そうですね、確かに。となんか芸人投票系であんまそういうの見たことないというか、あそう再生数がどうこうとか、はいはい、高評価が評価になるんでやってくださいも見たことあるけど、投げ銭で金払うっていうマジかそうなんだみたいな、まあ、結構見るなっていう、うん、なんかそれはどうなんでしょういやでもそういうシステムでやってるから会社もそれで儲かってるから、まあ、ぶっちゃけ言ったらもうそれでしか成り立たない、そうでしょうね、本当はだからサイトのその閲覧数でとかもできるんだろうけど、やっぱよりそこはちょっとお金を発生させるためになのかなとは思うけど、あと最近で言ったら、はい、オリンピックあったじゃないですか、はい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 、見てました、僕ぶっちゃけ見てないんですよ、ああ見てました、結構見てました、僕もそんなに見てないんですけど、うん、言ったら、まあ、フィギュアスケートとか前から人気あったじゃないですか、はい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 、でも今回のオリンピックでバーンっていったのがやっぱカーリングだと思うんですよ、うん、そうですね、うん、でその新聞とかでもカーリングのニュースが結構バーって一面に出てたり、うんうんうん、してもうブームにしようとしてるのかブームになってるのかっていうところじゃないですか、でちょっと一個すごい引っかかるのが、はい、新聞かなんかの見出しってニュースキャスターが読んで普通に聞こえてきて疑問に思ったんですけど、うん、カーリングでスーパーショットって言われても、うん、見てる側はちょっとピンとこないわかるの、うん、確かに見てたけど、わかります、この例えばサッカーとかだったら、はいはいはい、もうドリブルで何人も抜いてゴールを決めましたとか、漫画張りのアクロバットのオーバーヘッドを決めましたとか、うん、まあ、野球だったらすごい剛速球だとか、うん、それを打ち返したとかで、うん、スーパーなんとかスーパーショットとかになるけど、うん、もうカーリングはもうまずわかんないし、わ、うんうん、かんないし、それは何を指してのスーパーショットかは どういう感じで見てるの俺は、何でスーパーなんだろうそれは。そうだからもうそこがもう分かんない。分かんない。もうなんかいいとこぶつけたとかそういうことなのかな。スーパーショットって言われてもあそうなんだってなっちゃうよね。そう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 。もうだから誰かに言われて初めて気づくスーパーショットって珍しいなとは思ったから。そう実況が分かりやすくスーパーショットって言ってるだけにかもしれないんだけど。そうそうそう、だから本当に羅列させたら注意ですよ。そうそうそう。もう実況も分かってねえじゃないか。そうそうそう。意外とね指摘したら本当にスーパーか分かってない。うん、なんかだ本当になんかテンションだけで言ってないみたいな、マスキさんみたいになってますよみたいな。いや分かる。あれでもなんだっけな、そのフィギュアとかも、はい、あれなんだろう。俺見ててフィギュア僕正直見ないんですけど。はい、SNS でやっぱ宇野昌磨くんであったりとか、やっぱ羽生くん人気じゃないですか、はい、すごい、あの写真ので、あれ昌磨くんのコーチって男でしたっけ、 女なんですよね確か、なんだっけな、昌磨くんってあのクリクリの天パの子ですよね、そうそう天パの子、あのなんか会見中寝ちゃう子ですよね、うん、確か、うん、どっちかもしれない、分かんないですけど、ツイッター確かニュースもこれそのまま切ったやつで、あの SNS であったのは昌磨くんのコーチにベタベタしないでの声があったと、うわ待って待ってと思って、それちょっと待って、おいおいおいあれこれ男、これ男が書いとけばよかったな、自分でこれメモってるだけで忘れてるんですけど、はい、ベタベタしないでの声で結構それもホットワードで上がってたはずなんですけど、えベタベタしないでってことは女なんかベタベタしてたんでしょ、あなんか距離感が近いんじゃないってこと言いたいんだろうけどね、まずその言ったらスキンシップもほらメンタルに与える効果っていうものがありますから、別にでも、はい、だって
コーチだからそれは距離感近く教えるだろうって、うん、そう嫌ですよ、こう距離感あるコーチすごい遠くから合わせたもんじゃないですねそんなコーチいるって思うんだけど、それめちゃめちゃ面白くて俺、いやすげえ、コーチにベタベタしないで本末転倒じゃん、負けていいのかって話ですよ、ベタベタしないでって。まあでもな、だからちょっと王子様系だからでしょうね、翔真くんにせよ羽生くんにせよ、正直すごい時々あのツイッターとかも、あのグラドルはまだわかるかな、あのレイヤーやってますって人は稼いでるのかなって。ああもうだからそういう時代なんですよ。そうちょっとビビったのが、なんかツイートしてて、あのなんかあ予約して空いてたらこの店行きたかったのにっていうのをなんかその画像付き載せたんだけど、それなんか書いてあったのも銀座の朝飯なんだけど3700円なの、うんあれ俺これこのなんか年齢見ても多分20代前半か22、3かで、待って朝飯の3700円の朝飯を食える環境のレイヤーって一体何で稼いでんのと思ってめっちゃ気になります。だからあのねピタッとねいいねが止まってましたツイートだけ。ああまあそうでしょ、おじさんたちもちょっと同意しかねるんで、朝一から空いてたら3700円の飯食えると思った、釜飯かななんか忘れたけど、何を、で、なんで、あと、なんか謎に。山頂でもそんな高くないそうそうそう。富士山頂でもなかなかそんなのよ。あと、なんか謎の、あの、グラドルのこと、ナイトプール行ってることがね。ナイトプールって言ったの。ああ、そうか、ナイトプール。ナイトプールの子もいたけど、ナイトプールって、ナイトプールベタだなって思う。うん、ベタ。なんかバックグラウンドにおじさんの匂いしかしないけど、いいのか、それはっていう。大丈夫なのかって思っちゃうの、あれ。いい絵しかねるなって。謎なんですよな、あれ一体何が。まあでもそこもうまいことやっぱ大人たちの計算になってるんだろうけど、だからなんかそういうわかんないですけど、アイドルさんだとかコスプレイヤーさんとかで、うん、そういうのを見せられるより、うん、部屋の中汚い方がなんか好感持てちゃったりするんですよね。そうえなこ稼いでますって言われるとなんかなって思いますからね、うんうん、何千万ですで、タレントやるより稼げてんじゃんって結構多いですからね、パターンとして。あそうなのか。あとすごいやっぱ芸人間で本当みんなブステレビ出過ぎなんじゃないかって、俺本当皆さん悪いんですけど、聞いてる芸人さんいたらブステレビみんな出過ぎじゃない俺正直そんなブスじゃない子出過ぎだと思うのね。ああ生意気で言うのブス、なるほど、渡辺瑠稀さんブスじゃないだろうと思うから、はい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 、なんかその性格ブスなんですとかいろいろ間口を広げた結果、うんうん、みんなもうなんかブスかブスじゃないかの枠超えて出過ぎじゃないと思う、見失ってるよね、ブステレビ。だから DT テレビっていうのもアベマあるんですよ。おいおい、それは童貞なんで、童貞は分かる、童貞分かりやすい、分かりやすい、童貞だから分かるんだけど、はい、ブステレビちょっと待ってても、ブス、そんな、みんなもうメディア露出だからあれだけど、なんかもうその女芸人いたら、そのブスポジションでなければいけないっていうのもあると思うんだけど、ちょっと、そうって、なんか ブスかな、なんかエピソード、だからもうだから、なんか、いいぞ、吹っ切れてる人面白いからいいんですけど、あ、はいはいはい、やべ、本当に女芸人ディスみたいなって怖いな、やべえな、まあいいや、行きましょう、そこは。あのね、関谷さんとか俺ね、すごい面白い、あの、花いちご関谷さん、もともと、コブラナッツ、あの人あたりになってくるとちょっと面白いんですよね。関谷さん、もともとあの人、昔、東京ユニットライブの俺、お手伝いで行ったりする、はい、その、ザクマシンガン山田さんのライブの。関谷さん面白いんですよ。ちょっと天然だったり、ちょっと言ってること変だったりするんですけど、最近、とうとう有吉さんのラジオにも、アシスタントで呼ばれたんですけど、すげえ、その内容っていうのが、ツイートで俺も見たときに、こいつ面白いなと思ったんですけど、イライラしたんで、なんかすごい嫌なことがあったと。ただ、女性用の風俗で、男抱いてきたみたいなのを書いてたら、その有吉さんが痛く気に入って、とうとうそのサタデーナイトドリーマー呼ばれたりしてて、このツイート面白すぎだろ。いやだからもう何が引っかかるか分かんない。いやちょっとね、やっぱ女芸人がその金払って男抱いてきたって面白すぎると思っていややっぱ関谷さん面白えなと思って、そこまで来るともうちょっと面白いっすよ、うん、ブスとか超えてっからもう、いやそうですよ本当に何やってんだ、関係ないっすよ何やってんだよ。いやでもあれ、あの人面白いわ本当に。なんだろう、もうだからそこら辺のもうぐらいまで行ったら逆にピックアップになるんだけど、これ、うん、博打じゃないですか。いやそう、うん、女芸人男を買ってきたって結構博打だったと思うんで、いざ言ってるって結構引くでしょみんな。いやそうです、俺ら面白いけど、我々面白いですけどね、普通の一般で多分なんか同窓会とか行ったらお前マジかお前って言われちゃうラインをついてる関谷さんが本当面白いなと思って、すごいよなって。あんな
あんまり今までの女芸人で聞いたことがない。うん、そうですね。むしゃくしゃしたんで、阿佐ヶ谷でホテルに男呼んで抱かれてきたんですよ、お金払って。そんなことってある？革命だよ。そんな地下ライブでも聞いたことないことをリップして有吉さんが喜んでんだから、これすごいな。ちょっとね、若干地下ライブ案件じゃないですかこれ。ちょっと、うん、ニュアンスとして若干というかもろですよ、ね、もろ、うん、うん、いやまあ言っちゃダメだろうのところをエンタメに持ってったんだから最終的に、うん、有吉さんが面白がるまで持ってってんだから、これすごい革命だと思うの俺。いないでしょ今まで。いない。そう、メディアに乗っけちゃうんだっていう、乗っけちゃうんだ。乗っけるパターンありなんだっていうことではすごいことだと思って俺ちょっと感動があったの。無茶してるなって声でなんかもう普通のことのように言うから、あ、それがまた面白いんでしょうね。面白いそう、うん、いやいや別に普通でしょぐらいのトーンなのがすっごいなと思ってて、あと大体みんなもうなんかネタ番組系出る人ってもだんだんもうあのアベマとかに移っていくのかなと思いますけど、ね、あんまりにはその地上波のみで枠があぶれちゃうと、はいはい、最近思う。だからなんかアベマってすごいいいらしくて、今脅威で他のスマホアプリ、はい、ゲーム会社が、はい、あれってスマホって1台じゃないですか持ってるのみんな、はい、だからスマホゲームをやる業界からして、例えば27時間テレビとかであのスマップがやったじゃないですか。スマップじゃない、新しい時代、はいはい、ね、稲垣さんと香取さんと草薙さんのあれ結構視聴率すごかったらしくて、そのアベマ TV の、あ、はいはいはい、たらどういう現象が起きたかっていうと、ゲーム業界であんまこれ言われあの知られてないんですけど、はい、あのその時間帯独占するじゃないですか、アベマ TV をスマホでみんなが見る、うんうんうん、スマホゲームの需要がガーンとの会社も下がったんですって。わでこれ俺スマホゲーム会社の人から聞いたんですけど、はい、だからこれあんまり本当に広まってない話なんで、へー、意外と大打撃なんですよ。要はだから1台しかないから、はいはい、スマホゲームはスマホでしかできないのを、はい、アベマを見ることで使われちゃってるから、その時間帯にすごい全然その、はい、ダウンロード稼働してない、ダウンロードされてないし動いてもいないから売り上げがガー減るみたいな現象だからすごいんですよ多分。だからアベマってそうか、そう考えるとやっぱ取り合いなのか。そうそう、結局スマホゲームもテレビも一緒で、スマホのみのゲームもテレビも、はい、じゃあコンテンツとして一緒だからスマホ使ってるの。あとそういう大打撃を実はだから年末であったら、そうそう、亀田の1000万とか、はい、1000万とか、はい、あれとかもだからやっぱ食い合いが起きてるから、スマホゲーム業者からしたら結構ちょっとそのプログラムによっては深刻なダメージらしい。なるほど。そう、当たりコンテンツって一気にみんなダウンロードしないというか、はい、もう DLC やらない状態になっちゃうんで、なるべくだから当たりが来てほしくないと。そこはテレビの CM とは違うんですね。違う、結局地上波じゃないんで、はいはいはい、だからそこはそんなことがでもあるんだと思って、こっち知らなかったから、いや意外とじゃあそこはそこで大変なんだなっていう。まさかのスマップの残りメンバーのせいで食いっぱぐれる人が出てくるっていう。あ、そうなんだ。それ知らん、ちょっと知らなかったんで、あれびっくりしました。うん、って感じですけど。